まあ、愛知勢3人と中部4人になって、はい、お疲れ様並びというか、うん、あもうコメント出しましたみんな、はい、愛知勢も別でみたいな感じで、はい、もう自分が、うん、自力で、うん、頑張ります、はい。まあ、今日も激しいレースしのいで、そうですね、うん、はい、まあしんどいレースですね、さすが G1 のレースかなというところですけど、まあ、なんとかしのげたので、うん、明日はもう一発狙うだけですよね。まあ、初日からその仕事ぶりとかそういう体の動きなんか見てると、はい、ある程度その一時ちょっと良くなかったかなというところはこう脱して戻っているのかなと。そうですね、落車、練習で落車してからずっと悪かったので、うん、まあ、その違和感、首の違和感とか足の違和感、うん、痛みで耐えて走ってたという状態だったので、まあ、だいぶその痛みもなくなって、うん、いい状態かなというふうには感じるし、まあ、このままグランプリにずっと調整はして、うん、練習にしろレースにしろ走ってるんで、まあ、あとは体のケアをしっかりして、明日の決勝戦に向けて、仕上げたいなというふうには思ってますね、うん。ちょっと、また決勝もどういうレースになるか難しそうですよ。頑張って。はい、そうですね、新田君、深谷君、すごい強いので、まあ、しっかり対抗できるような、レースをして組み立てをしっかりしたいと思います、はい、ありがとうございます。